ないっていうふうに家族とか友人とか知人から言われてしまった時にどう対応するのが正解なのか、または不正解なのかということですよね。では少し寄り道をしたんですけれども、ようやく今回の動画の本題に入っていきましょう。今回のこのパート1の動画の本題と言いますのは、それは最初のですねこの動画の内容のところでも少しお話をしましたように、死にたいというふうに家族とか友人とか知人から言われてしまった時にどう対応するのが正解なのか、または不正解なのかということですよね。もうね、これ我々一般人からすると本当にどう対処したらいいのか正直わからない、もう難問ですよね。なのでこれまどろっこしい前置きはなしにして早速参りましょう。まず家族や友人知人から死にたいと言われた時の正解の対処法として、本書死にたいと言われたらで紹介されている内容はこちらになります。1、相手に死ぬための手段をどれほど具体的に考えているのか聞く。2、相手の話を否定も肯定もせず、ただ対応を続け心の絆を作る。3、相手のこれまでの善行を指摘して相手に自己の存在を認識させるということなんですね。